じゃん。たくさんのガチャガチャカプセルの中に何が入ってるのかな。まずこれから、あ、透けて見えてるバイキンマンが入っていたよ。こうやって開けてあげると、バイキンマンがこの手がカチカチいってる音わかるかな。カチカチいう音を立てながら動くんだよね。手と足もこんな感じで動くよ。そしてバイキンマンをこうやって立たせてあげることもできるね。よし、それじゃあこれは何が入ってるのかな。じゃん、あ、これはメロンパンナちゃんがこんな、こういう歯車になっていてくるくる回すことができるね。こっちのちっちゃな方にも何か絵が描かれていて、くるくる回すと絵が見えるようになるんだよね。そしてこれはこうやって外すことができて、クリップとして使えるみたいだよ。そしてじゃん、これは何かな。これは中に何が入ってるかな。開けてみると、あ、これはドキンちゃんで、これは何かな。この横に何かスイッチみたいなのがあるから、これを、あ、押すとドキンちゃんが食パンマンのお人形さんを抱いているね。こうやって入れてあげて、そしてまた押すとこうやって出てくる、こんなおもちゃだよ。あ、そしてこの腕にこうやってつけることができるんだね。ここの後ろのところにこうやって通してあげて、よいしょ、そして腕にこうやって巻いて、こうやって止めてあげて、手にこれをつけて遊ぶこともできるね。よし、それじゃあこれは何かな。じゃん、これはコキンちゃんだ。コキンちゃんのこのくるくる回す歯車になってるものだね。そしてこうやって、よし、クリップとして使うこともできる。あ、ここに絵が描かれてるな。何か葉っぱかな、蝶々かな、何か絵が描かれているよ。よし、そしてこれは何が入ってるかな。あ、透けて見えたな。バイキンマンがすごいニコニコして入っているよ。よし、こうやって開けてあげて、じゃん、これはバイキンマンが何かかっこいい服を着ているね。これはこうやって頭を押すと着ている服が脱げて普通のバイキンマンになった。そしてここを引っ張ってあげると、こうやって変わったよね。これは海賊の帽子かな。海賊の帽子と海賊の格好をしたバイキンマンだよ。よし、そしてこれにしようかな。これには何が入ってるかな。じゃん、バイキンマンの歯車だね。くるくる回すことができるよ。そしてこっちの方はこうやって取ってあげて、クリップとして使える。ここにも絵が描いてあるね。よし、それからこのカプセルの中には、じゃん、あ、これはピーマンのいろんな色のピーマンの3兄弟だね。これが入っていたよ。そしてここにはよし、じゃん、アンパンマンの歯車、くるくるこうやって回して遊べるよ。そしてここをクリップとして使うことができる。いろんなタイプのこの歯車がガチャガチャの中に入っていたね。これも歯車かな。よし、開けていってみると、じゃん、今度は赤ちゃんマンの歯車だね。これもくるくる回して、ここをクリップにして使うこともできるよ。よし、
そしてこれ大きなガチャガチャのカプセルの中には誰が入ってるかな、見えるかな、じゃん、あ、アンパンマン、アンパンマンが入っていたよ。これは何か仕掛けがあるのかな。手と足は動かないけれども、この後ろのところにスイッチがあるな。スイッチを押してあげると、あ、中でちょっと光ったのがわかるかな。アンパンマンの顔の真ん中がピカピカ光る、こんな仕掛けが入っていたよ。そしてじゃん、これはまた歯車かな。こうやって開けてあげて、今度はドキンちゃんの歯車だね。くるくる回して、そしてクリップで使える、こんな仕掛けがあるんだよ。そしてこれは何が入ってるかな。なんか乗り物に乗っているドキンちゃんかな。じゃん、あ、これはドキンちゃんじゃなくてコキンちゃんかな。蝶々結びしているよね。コキンちゃんだと思うよ。そして手転がしてこうやって遊ぶことができて、コキンちゃんが UFO に乗っているね。あ、こうやって後ろのタイヤがプルバック走行できるようになっているよ。よし、そしてこれは何かな。じゃん、これはなんか布が入っていたよ。これはこうやって大きなバイキンマンの、これはハンカチかな。バイキンマンとってもニコニコして両手を広げて、みんなにこんにちはって言ってるね。